モンティチェロは、アメリカ合衆国県タッキー州ウェイン郡にあるし、同軍の軍庁所在地。2010年国勢調査によると、人口は6188人。ハウスボートの生産が有名。カンバーランド湖に隣接しており、その経済の多くを湖でのレジャー、観光産業に依存している。ケンタッキー州上院議員選挙では、ウェイン郡、アデア郡、クリントン郡、カンバーランド郡。 マクリアリー軍、ラッセル軍、テイラー軍が含まれる第16区に割り当てられている。また、会議院選挙では、ウェイン軍、マクリアリー軍、プラスキ軍が含まれる第52区が割り当てられている。モンティーチェロの座標は、北緯36度50分17秒整形84度51分0秒、北緯36.83806度整形84.8500度、 36.83806-84.8500。国勢調査局によると、市の総面積は6.1平方マイルで、すべてが土地面積である。モンティチェロはウェイン郡の中心部に位置し、修道90号、92号、167号線が交差している。また、市内にはビーバー川の支流であるエルク川が流れ、 カンバーランド湖に流れ込んでいる。1800年、モンティチェロがウェイン軍の軍長所在地となった。その際、初代軍職員となったミカータウルが、自身の出身地にあったトーマス・ジェファーソンの邸宅から、その名を取った。その後、独立戦争の退役軍人、ジョシュア・ジョーンズがこの地に13エーカーの土地を購入し、この地に住み始めた。1810年時点で、この土地、 の人口はわずか27人であった。その後、この地で石油が見つかり、19世紀後半に発展した。採掘は1880年代に始まり、1921年、頃に施設が更新された。1905年に電気、1929年に水道が通るようになった。1950年代後半からは一製造業が町の中心産業となり、 21世紀初めまで続いている。1973年にはベルデンコーポレーションが300名、ギャンブルブラザーズが161名、ウォーターベリーガーメントが271名、モンティーチェロマニファクチャリングが240名をそれぞれ雇用していた。しかし、この4社はすべてその後町から撤退した。以下は、以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。